YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。落合博満、名言、否定のフレーズ、絶対に使ってはならぬ。1年目のみ、選手の考え方に任せる。2016年のドラフト会議では、育成を含めて115名のアマチュア選手が指名され、うち114名がルーキーとしてプロの世界に飛び込む。ドラフト何位指名であろうと、ルーキーは新たな世界で成功を収めるために全力で突っ走り、彼らを育成する監督やコーチも指導に最善を尽くそうとする。しかし、すべてのルーキーが思い通りに成長し、チームにとって不可欠な戦力になってくれるわけではない。では、厳しい競争社会を生き抜いてもらうために、指導者は選手とどう接したらいいのだろうか。自身が3位指名でロッテへ入団した直後の春季キャンプで、あの打ち方では使えないと酷評され、それならドラフトで指名するなよと憤慨したという落合博満は、選手との関わり方についても細心の注意を払っていた。先発投手陣の年齢が高くなってきた。このポジションに若手が欲しい。そうした理由があるからドラフト指名する。指導者の立場としては、どの新人にも一日でも早く戦力になってもらいたいんだけれど、だからといってこちらのペースでは進められない。新人とコミュニケーションを取るとき、落合は否定のフレーズだけは絶対に使ってはならないという。プロでは1年目だが、アマチュア時代には知らない者はいないという実績を積み重ねてきた選手は、自分が取り組んできた練習法、考え方は正しいと思っている。そんな選手に対して、お前のやり方は違う、こうやらなくてはいけないんだと一方的に否定してしまうと、選手と指導者の間には溝ができてしまう。そこで1年間だけは選手の考え方に任せ、アドバイスを求めてきた時だけその選手の実力を評価しながら指導する。この時に大切なのは褒めること。とにかく特徴だと思える部分を見つけて褒めるのだ。7年目の出ない選手には指導者主導も。例えば入団直後の私に対しても、あの打ち方では使えないではなく、なかなか個性的な打ち方だけれど、こういう打ち方も試してみるといいと伝えればよかった。実際私の打ち方は使えなくて、先輩のフォームを参考にして新たに作り上げていったんだから。私たちの時代は指導者の何気ないけれど、選手にとってはプライドを傷つけられるような言葉によって多くの若手が消えていったと思う。指導する立場になったらそれを繰り返しちゃいけないだろう。そうして1年を過ごした後、思い描く結果を出せなかった選手については、指導者もその原因を分析しておく。もちろん選手自身も打開策を考えているだろうから、それを尊重しながら正しい練習法を教えなければならない。加えて自信を持たせるのも大切だから、常にコミュニケーションをとり、
自分は指導者から見放されていないんだと感じさせることも必要だという。そして指導者の力量が最も求められるのは、数年経ってもなかなか芽の出ない選手だ。こうした立場の選手に対してだけは指導者の主導型で完璧に洗脳してやるしかない。いろいろな形で努力してきて、それでも好結果が出ないのだから、俺を信じてついてこいと伝えて闘志をかきたてるしかないのだという。技術の世界といっても、やるのも教えるのも人間でしょう。同じ目標を目指すなら、できる限り人間関係も良好な方がいい。空腹や寝起きの人に矢継ぎ早に言葉をかけたら気分を害してしまうように、言葉をかけるタイミングは大切。どんな言葉をいつかけてやればいいのかは指導者にとって永遠のテーマだろう。そう語る落合の視線はとても温かい。横尾浩一。みんなの声。落合の自伝も読んだけど、この人は強い信念があってぶれない。だからチームも強かった。選手としても指導者としても本当に素晴らしい人物です。落合さんはフロントより現場で監督やってる方が良かった。監督やコーチとしての需要はまだまだありそうだな。こんな落合さんみたいな人が上司だったらどんなにいいだろうと読みながら想像半端なかったわ。久々に落合さん肯定系の記事を見た。ありがとうございます。もう一度中日で監督について完全制覇に導いてほしい。野村や友永、遠藤に石川、佐藤、さらに福、彼らにはぜひとも活躍してもらって落合さんに報いてほしいね。なんだかんだ言われるけど、プロに入るまでにいろんな経験をしているから、野球界の常識を否定し続けてきた人でもあるんだよな。落合さんが入団して、落合さんのバッティングを見て張本さんが直すとこはない、このままで間違いなく打てると言ったそうですが、いろいろ言われるハリさんですが、ハリさんにやっぱりですね。今時の若い人たちへの指導方法として勉強になりました。やっぱり落合さんは神に近い人なんだな。落合は冷酷だけど優しい。400勝投手からボロクソに言われたら自信喪失しちゃうし、500発打ってる三冠王打者からボロクソに言われたらそらきついよね。だから落合の発言には最新の注意を払っているのね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。